はい、どうも皆さん、こんばんは、レッドゲツシンです。PC エンジン版弁慶外伝、いよいよですね、裏鎌倉とかいうところに行くのかなっていうような流れになっております。じゃあどんどん行ってみましょう。まずは林正寺か、最初 の茨城にあるお寺ですね。ここか、よいしょ。お、いるじゃん、みんないるじゃん。あ、ここでサブローお別れなんだ。おことさん、そして宝岩さんが一行に加わったところですね。かっこいい。あ、そしてわ、レベル最強なんだこれ。装備品はサブロの引き継いでますね、これね。持ってるのは回復、トンズラ、攻撃、豪商、転生と攻撃と極無点ってなんだ。まあいいや。こうか、やっぱり。この子は？あ、セイラさんか。土への宝剣は鎌倉の真ん中にいて振りかざすんです。裏鎌倉の道が、お、回復してくれますね。ああ。なるほどね。そして鎌倉向かいますよ。あれ、雰囲気めっちゃ変わってますね。真っ暗になってますね。入れねえし。天気変わったね。まあ、こいつら弱いけど。ってことは、まあ、全体的に敵が全部一新されたっていう感じですかね、配置が。まあまあ、この状況局面で雑魚立ってもしょうがないんで。ここで使うのかな。お、なんか出てきた。みんな飛んでいくんだね。映し世の光を立つ邪悪な扉、古き封印を今こそ砕かん。名前なんだっけ。茶筒。あ、強さ変わんないってことね。今まで戦ったボスが連戦で立ったんだっけな、ここ。
まあまあまあ、この辺はまあ。ちょっとした作戦を変えてみようか。ここだね、これね。まあまあ当ててくるようになりますね、ここからはね。いやー、順番が悪い。それは意味ない。やっぱり豪商いるな、これ時間かかる。この辺りがね、やっぱりちょっとずつ魔法を使うようになりますね。これ弱いやつじゃない。あ、でも豪商いるわ。はじゃのうね。あー、順番が違う。あー、これは痛いね。あー、これはかわされるの痛いね。
いや、結構買わされるね。砲丸で回復するか。これは豪車だ。からちょっとね、長くなりますね。違うね、回復は希弱だね。おお、ヌエ、さっき戦ったやつだね。もう一回やろうね。リベンジ戦ですね。こっからは、あれですね。ちょっと作戦。あ、でも MP は温存していた方がいいか。何やるかわかんねえから。これが厄介ですね。あらららら、ピンケだけでは起きてんの。みんな寝た。回復は大丈夫だね。殴るしかない。ってことは、気弱じゃさやか起きてるから、これ回復ですね。誰？弁慶。結構厄介ですね、こう見るとね。よし、最後効かないと大丈夫だ。またか。あらら。攻撃魔法使ってみる？この辺。いいね。1匹になればそんな苦労しないでしょうね、これはね。つい寝た。じゃあ砲丸とさやかね。
ナイス。回復しましょう。そしてあとはペンケだけね、希釈で、いいんじゃないですかね。 MP もあるから大丈夫でしょう。で多分あと風神雷神だと思うんですよ、やってないの。風神からいきましょうか。呪文使ってこないと楽ですね。攻撃、回復、気弱だっけ、あ、大丈夫、助かるよ。ねえ、しぶといね。どんどん行こう。ああ、しぶたい。ね、どうしようかな。回復重視だね、このターンはね。着替え無しかないのか。さやかに着替え無だね。着替え。天、弁慶。被害点、気弱。こんなチビ高かったか。一匹倒せば少し楽になるね。木の霊薬が MP 回復だっけ。木の霊薬っすね。
が、ああ順番違う。それは意味がない。うん、OK。MP 足りるかな。ここでなんか使うのかな。ん？あれどうすればいいんだろう。ヨイトもいねえし。違うのだ。かつては源義経を闇の牢獄に封じたお前たちも同じ暮らしてる。死ぬことさえできない永遠の闇に落ちるがよい。ゲド。これって普通に戦う敵だっけ？あんまりよく覚えてないんだ。
すげえ回避力だなこれ。ちょっと待ってくださいね。なんか気になる。これ真剣に戦わなくていいやつですね。負けてイベントが進むらしいですね。なんかそんなのあった気すんだよ。だから殺されないといけないのか。回復しちゃダメってことね。でもさ、それだったらさ、もっと強くしてほしいな。ワンパンでなんか持ってくぐらいな火力にしてほしかったな。なんか普通にやっててもなんか相手の HP 次第では勝っちゃいそうな相手だよ。あ、これだね。ククッチチ、これで終わりだ。貴様らの魂、二度と戻る闇に封じてくれるわ。己これまでか。だがまだまだじゃ。究極呪法、蛇極無天を受けるがよい。何？こういうイベントなんですね。ホーガンさんなのに、ゲドを倒すために秘宝蛇極無天をかけ、わしは全ての霊力を使い果たした。この世界に転生することはもはやかなわぬ。ゲドの呪縛はすでに消えた。この先の封印を解き、義経殿を目覚めさせるのだ。そしていち早くこの地に平和を。てんてんてん。あ、ホーガン様、ホーガン殿、ホーガン殿。はい、というわけでして、次回は義経復活というような流れでしたね。いよいよ本当にクライマックスになる感じになりますね。本日の動画はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。